今人が多くて怖い。こんにちは、もちろです。今渋谷に来てます。どれぐらいぶりだろう。コロナになってから1回も来てないんで、2年ぶりぐらいですかね。こういった街ってね、1年も来ないと随分変わっちゃうんで、どうなってるのか。で、今日は渋谷に何しに来たのかというと、新井かおる子さんに会いに来ました。会いにっていうか、個展を見に来ました。新井かおる子さんの、もう目の前にね、新井かおる子さんがいますよ。大きな絵がね、ガラス越しに飾ってあります。これはイオちゃんだね。で、新井かおる子さん、ここの西武渋谷の、B 館の8階っていうことなんで、早速行ってみたいと思います。中はどうなんでしょうね。写真撮影とかできるんでしょうか。できたら、撮りたいと思うんですけど、できなかったら、感想だけ話しますね。ちょっと入ってみましょう。はい、見終わりました。なんかね、すごくこじんまりしてて、すぐ見終わっちゃったんですけど、あの8階のフロア誰もお客さんいなくて、私一人でした。なんかすごくカラフルな絵で素敵でしたね。遠くから見てると、絵を描いたっていうよりは、なんか綺麗な布を、切って切り張りしたような感じに見えたんですけど、でも近くで見るとちゃんと描いてあるんですね。まあ、あの絵のことはよくわかんないんで、何とも感想が言い難いんですが、まあ、素敵でした。じゃあちょっとね、あの昔自分がよく行ってたところとか、もう他に見るとこないんで行ってみたいと思います。このね、ビームってビルにレコファンが入ってて、でよく来たんですけどね、もう今なくなっちゃって、なんか博多焼きヤマトって書いてあるけど、このヤマトの文字は宇宙戦艦ヤマトですけどね、なんか関係あるんですかね。はい、東急ハンズですね。で、確かここの向かいにあれじゃなかったかな、宮迫さんの焼肉屋があるんじゃなかったかな。そんで学生の時に、バンド組んでて、この辺でよくライブやったんですけどね。ライブハウスってまだあんのかな。どうなんだろう、これライブハウスなんだろうか。ちょっとなんか違うような気もするけど、ライブハウスのような、なんだろう。じゃあもう一軒行ってみますね。あの有名なライブハウスが、あの大通りのところあるんですよね。なんて名前だったっけな。あのそこにね、あの出させてほしいからカセットテープ送ったんですけどね、デモテープね、落とされちゃって出れなくて、ちょっとわからなくなっちゃったので、このまま原宿方面に向かっちゃいます。ちょっと NHK ホール行ってみましょうかね。NHK ホールは個人的には2回ぐらいかな、来たことがあって、1回はアルフィーだったかな。で、もう1回はイングベイ・マルムスティーン、エクリプスっていうアルバム出した時かなに来ました。そうそう、アルフィーの時はね、ここにみんな、高見沢さん、桜井さん、坂崎さんの、仮装をした女の子たちがね、ずらーっとこの辺に確か並んでたっていうかね、たむろってたんですよね。すごい光景でしたね。今もそうなんですかね、ライブ会場行くと。もうこのところ全然アルフィーのライブ行ってないから、どうなってるのかわかんないんですけどね。知ってる方いたらぜひ教えてください。はい、 NHK ホール着きました。懐かしい。今日はなんかライブがあるんですかね。結構人がいますね。なんだろう、なんかお店があるからかな、ライブとかじゃないのかな。
7月16、17、山下達郎さんのライブがありますね。いやー、すんごい並んでる。なんだろうこれ、トモヤムくんのお店。トモヤムくんのお店、異様に並んでる。怖いぐらい。なんでこんなに並んでるの、すごすぎる。アルゼンチン料理とかアジアンフードとか、そういうフェスティバルなんですかね、これはね。もうめちゃくちゃいい匂いがしてお腹が空いてきたんだけど、ここは人が多すぎるからちょっと違うとこに行こう。さあどうするか。このまま原宿に行ってもいいんですけど、原宿見るとこあるかな。あの原宿はね、昔あの高見沢さんが下宿してたアパートがあって、でそれを見にね、学生の時ちょっと行きましたね。あのオンボロのアパートでね。でそのさらに先に行くとタケノコっていうブティックがあって、あの高見沢さんがね、そこで衣装を作ってもらってたのかな、わかんないけど、でそういう衣装があるから、そこにね、高見沢さんと同じような衣装を買いに行ったりとか。ここは代々木公園ですね。ここいわゆるほらホコ天、昔みんな、踊ってたやつ。はい、明治神宮着きました。あー、なんかすごい涼しい、ここに来ただけで。いやー、渋谷から歩いてノンストップでちょっと疲れましたね。団子これ良さそうだな。ちょっと休憩しようかな。みたらし団子食べようと思ったら、盛りそばを頼んでしまいました。本当はね、渋谷でステーキ食べようと思ってたんですけどね、なんとなく明治神宮に来ちゃったので、ここで食べましょう。これざるそば本当は2段なんだけど、1個追加して3段にしました。お腹が空いてたので。ではいただきます。もうどれぐらい歩いたかな。結構ありましたね、渋谷からね。前は大した距離じゃないと思ってたけど、もう50を過ぎると結構きついですね。ごちそうさまでした。よし、パワーが出てきたぞ。ランボルギーニがブイブイ言ってる。すごい車が来たよ。また人が多くて怖い。さあ、タワレコに来ました。いつもはね、ネットで買ってるけど、たまにはね、店舗で CD 買いたいと思って、今ね、欲しい CD が1枚あるんで、ちょっと行ってみましょうね。なんかこのワックっていうやつのイベントをやってるのかな。なんかこのメンバーらしき人が店内をうろうろ歩いてるんですけど。はい、買ってきました。在庫ありました。あれ、あの道頓堀劇場って行ったことあるかもしれない。